にちは、たいちゃんです。今 Vlog TikTok で滋賀県に訪れているところなんですが、夏耳の2人がですね、連絡が取れなくてですね、朝ごはんを食べた後に用意をする前に寝てしまったんじゃないかなという状態でございます。ということで、ちょっとさっきですね、パパにですね、2人の部屋のですね、鍵をもらいまして、抜き打ちでですね、ゲットレディーウィズミーをしてもらおうと思っております。二人がどんな状態でいるのかと、あとどんな準備をしてくれるのかを楽しみにしていきたいと思います。それではスタート。ではこの鍵ですね、この鍵を使っていきたいと思います。部屋隣なのでこのまま行きます。おはようございます。寝起きドッキリじゃないのよ。寝てた。あなたたち寝てましたね、朝飯食べた後。てか絶賛寝てる人いますね。なんか扉の音でかすぎてめっちゃびっくりした。ベッド揺れたもん。ちょっとこれどういうか。起きて。Good night. Yes, good morning. No. Cancel. Cancel って別に予約されてないし、何。ちょっと。なんだ。すごい新入だ。パパに鍵をもらって入ってます。準備必要でしょ、あなたたち。その準備の様子を、なんかあんま二人でやってるの最近ないから、撮ってもらおうかなと。はい、何の動画ですか？嘘。おはようございます。朝の準備の様子を2人で撮ってって。それでは、スタート。強制的。はい、みなみさんが起きません。じゃあ私はちょっとジンジャーを飲みたいと思いましょう。ジンジャーは消化されてジンジャール冷蔵庫にあった。あ、探してた靴下ミッケ。母ちゃん任せましたよ。はい、任されました。じゃあちょっと彼女風の朝やってみて。白目向いてたし。むにゃむにゃむにゃ。やだこんなの。ねえ、ちゃんとやって彼女。やだ、自分がやって。やだよ。じゃあ彼氏とした口いきます。はい、じゃあ彼氏役と彼女役やろうぜ。じゃあ今感じ。はい、カット。うるさい。もうやめた。私彼氏役やめる。それじゃあ支度していきます。このパックします。パック中暇なんでリクエストしもらいます。じゃあ恋がつらいでどうでしょうか。恋の教科書、恋の参考書。それ違う。それ違うわ。え、そうだよ。あ、そっち。泣き虫を笑って、強がりは気づいて、わがままを許してね。あれあれ、歌詞見せて。いいんですか、いいんですか、こんなに人好きなんていいんですか、いいんですか、いいんですか、こんなに人好きでもいいんですか、いいんですよ、いいんですよ。アイプチします。
じゃあこれ知らします。みんなさ、これが GRWM なの？ GRWM って何するっけ？ゲットルディズニーを一緒にしましょうみたいな、私と。でもあなたは今朝の支度はプチサービスところから始まった。マジで意味がわからない。なんで目の前にあったものが一瞬で消えるの？怖っ。結構怖い。ちょっとカメラも。びっくりした。ここの下に隠れてた。あれたち隠れるの甘すぎだろ。ふざけるな。隠れんも優勝じゃん。じゃあ私も検証してくるね。皆さん好きな曲はありますか？じゃあ懐かしい曲歌います。ポニーテガー、なんでしょう、聞いてる？え、ポニーテガー、私曲の歌詞じゃなくて誰も覚えられない。そのままポニーテガールでした。待って、眉毛過去一下手くそ。超適当にやってた。超下手くそだった。私はピンクメイクをちょっと適当にシュシュシュってやっていきます。はい、今はノーズシャドウです。じゃあ次はねんねの場面へどうぞ。はい、バトンタッチしました。なつきちゃんです。眉毛が険しいなつきちゃんです。私は最近は頑張ってファンで卒業しようと思ってるんだけど、新しいニキビができて本当にイラついてます。あの動画撮ってない時はね、絶対メイク中に私は音楽か YouTube かアニメを見てます。そうだけどね、おすすめのをね耳に教えてもらうんだけどね、毎回見ないっていう。私はあのよく貼り方を聞かれるんですけど、あの伸びるテープを半分に切って、この黒目の真ん中ら辺にピタッて置いて、ここまでなんか普通に置いてるだけです。伸びるやつなんで伸ばさない。伸ばさない。伸ばさないで使ってます。アイライナーとまつげの時って絶対真剣になるよね。ニミ絶対今まつげやってるでしょ。違ったらしい。何？マスカラです。え、まつげって言ったじゃん。どういうことだし。11時12分だって。え、今？うん、あと50分もあるよ。下まつげ中。もういいかな。で、まあこんな感じで髪の毛を巻いていきます。では片付けをしていきたいと思います。皆さん今から最強前髪作るんで見といてね。みなみさんの最強前髪講座。まずは形を整えます。で、ここ横の髪もしっかり整えます。ちょっと変なところがないか、こんな感じで確認できたら、こちらオーシャントリコのスプレーを、まずは根元から。やば、めっちゃかけるんだ。で、乾かす。したらこの辺、このぐらいか、あの遠くしてね。次は真ん中から下らへん。
してどこに当たってるか分かんないときはここからこう近くにしてこう離したらいい。そうすればなんか変なとこに かかんないから。 でここにつけたかったらこう離して、であとこっちもね。ガチだ、最後は絶対。でこれからも溶かしちゃダメ。ではちょっとネックレスつきます。今下っぽなんですけど、パックをねしっかり締めないと漏れちゃうので、ね、よいしょ。なんかさ、あのキャリーってさ帰りの方がパンパンになるの。畳み方の問題。最近思ったんだけどさ、うん、メイクで一番変わるのってマジでリップとまつ まつげ。最近リップやばいって思ってる。リップした瞬間顔が明るくなるもん。そりゃそうだわ。私は最近ずっとファンの子にもらったやつを使ってます。はい、お気に入りです。あれ超かわいい。なんか自分でリップって買わないのよマジで。うん、わかる。私買わないじゃん。買わない。えべ、ストレートにしちゃった。なんでストレートにしたの。これで巻こうと思った。だから超いいのに出会えた感です。これね、ラメです。え、あ、ラメなんだそれ。あれかと思った。リバイタラッシュでしょ。え、リバイタラッシュ。あ、それまつげてるかな。そう、そうなの。の斉藤渚ちゃんが使ってて、あのまつげがすごい好きなんですね。で、おすすめしてたんで、その美容液買いました。ママにお願いしてた。そう。はい、ちょっとマジで時間が過ぎて急に帰宅終わったんですけど、え、もう大丈夫だね。もう最終確認しよう。あっち見た。あっち見たよ。こっちはもう何もない。こっちもないよ。最終確認も大丈夫でしたので、55分にパパたちの部屋来てって言われたんで、もう行きますね。もう行きます。はい、ということで今日はなんか GRWM、はい、ということになって、ゆるゆるとした動画だったんですが、はい、せーの、最後来てくれてありがとうございます。それではバイバイ。またねー。今からあっちの部屋行ってまた2日目の分量頑張ります。はい、楽しんできます。バイバーイ。こんな感じです。支度は終わりました。バイビー。